どうもどうも社畜ですって言ったところで、本日はマイクラをやっていきたいわけなんですけど、まあ生放送ね、普段から見ていただいている方なら、まあ、僕が何をやっているのかっていうのはすでに知っている方たくさんおられると思うんですけど、でなんとマイクラを使って動物の森の世界を完全再現しようというね、企画を今やっているところなんですよ。でその進捗をね、本日は軽くご報告させていただければなと思います。でまず進捗率としては、まあ大体2割ぐらいかな。うん、まあ完全再現が 100% とすれば、現時点ではまあよくて2割ぐらいはまあできてるんじゃないかなってところですね。そう、道とかは今のところまあ引けているんですけど、ただまだ住民の家がねできてないんですよ。ほら、一応ね、住民の家を建てるところとかはこうやってね、分かりやすいように土とかで囲っているんですけど、ただまだ手をつけられてない状況ですね。でこちらの方に行くと、これは役場か。そう、役場なんですよね。役場の方もできておりまして、まだ中はねできてないんだけど、ね、外観だけはねできてますね。でこちら僕のサブキャラの山田の家ですね。そう、山田の家なんですよ。こちら山田の家になるんですが、こちらもね一応完成はしているのかな。まあ中はねまだできてないんだけど。でこちらは R パーカーズですね。こちら R パーカーズになります。ただまだね完全にはできてないので、ここからまたで細かいところ修正していかないといけないかなという感じですね。そう、まだここ看板とかもできてないしね。はい、まあそういった感じかな。でこちらに行くと、こちらに行きますと、なんと広場ですね皆さん見覚えがあるんじゃないでしょうか。そう、飛び盛りをやってる方なら、ね、誰しも見たことがあると思います。そう、ここがね広場になってますね。ちなみにね、このマイクラの村なんですけど、僕の村がまあモチーフになっていて、まあシャチホコ村ですね。多分僕の動画を普段から見ていただいている方ならこれもね、あれ見覚えあるみたいな配置じゃないでしょうか。そう、すごいことに縮尺もね大体合っていて、ほぼほぼね完成してるんですよね、道とかそこら辺に関しては。うん、あ、ちなみにこれ竹かなこれは竹ですね。ちなみに僕のリアルの村でもここに竹があるんですよね。そう、でこちらに行きますと、カフェか。こちらカフェですね。そう、カフェもねできたんですよね。多分 Google 先生とかで調べていただいたらわかると思うんですけど、こちらもね結構再現できてるんじゃないかなと思いますね。ただちょっとでかかった気もせんこともないけど、ただまあこんなもんかだけどさ、これドアが小さすぎないか、あまりにもね、明らかにおかしいよなっていう。ただマイクラの使用上そこはね仕方ないのかなと。はい、でこちらに行きますと、はい、陣平です。あれ陣平、あ、陣平って書いてあるわ。はい、こっち陣平ですね。うちの村に住んでいる陣平くんです。まあお気に入りキャラなんでね、先に作ったんですよ。はい、でこっちに行くと、あ、特に何もないか。橋は一応作ってあるけどね。そう、これからね作る予定の建物のところはこうやって囲んであるんで、まあまあこれから生放送でねそこのところは進めていければなと思ってます。で皆さん多分ね商店街の方ね気になるんじゃないかなと思っていて、で次そちらの方にね行かさせていただきましょうか。その前にこっちだな、こっち忘れてた。でこれは囲いですね。僕の村のこの辺りに囲いがあるので、囲いも作っておりますと。はい、まあ、これからどんどん作っていかないといけないんだけどね。でこちらは電車の代わりにトロッコですね。そう、こちらはトロッコになっておりますと。で掲示板もね実はちゃんとあるんですよね。でこちらの方に行くと、さあトロッコがトロッコがあると。はい、トロッコがありますね。でこちらが駅やな、駅とこれ石畳ですね。
で中に行くと、お、猿の駅員さんがいる。あ、こんにちは。あ、こんにちは。あ、お久しぶりです。いつもお世話になっておりますっていうね、茶番はさておき、まあ駅の中はこんな感じかな。まだね、完全にはできてないので、ここからね、詳細詰めていくって感じかな。ただまあ外観自体はできたんで、まあそこまで時間はかからないかなと思いますと。で、こちらに行くと、皆さん、飛び盛りをやった方、やったことある方なら、ね、見覚えあるんじゃないでしょうか。たたたっと、はい。見てこれ。ここだけ見るとさ、マジで飛び盛りだよな、本当に。そう、ここね、豆粒デパートで、で、こちらはエイブルシスターズ。そして美容院があると。ただまあ中はね、まだできてないんですよ。だからまあ中に関してはこれからね、作っていかないといけないんだけど。で、こちら靴屋ですね。はい。で、靴屋と。で、まあここはまだちょっと未完成かな。まあまあこれからね、やっていくところなんで。そう。まだね、全体の2割しかできてないからな。うん。で、こちらは郵便局ですね。そう、郵便局なんですよ。ね、こっちもすごいよな。ちょっと待ってね。動物の森を動かすか。ほら。めちゃくちゃ再現されてんだよね。ほら。こんな感じですね。ね、結構ええ感じじゃないこれ。ほら、見て。割と完全再現って感じじゃないこれ。すごいよね。で、こちらは、たぬきハウジング。あれ？なんか、たぬきちさん見た目変わったな。え、なんかイケメンになってない？大丈夫？ね、完全にイケメンになってるんだけど、どうしたん？ね。あと、誰だっけ、こいつ。待って、こいつ誰だっけ？なんか、うなぎちゃんみたいな感じのキャラだったよね。名前忘れたわ。あ、本間さんか。そう、本間さんだわ。で、こちらに行くと、師匠のスタジオがあると。ね、すごいな。こんなところまでね、表現されてるんですよね。さあ、下に降りていきましょうか。あれ、待てよ。だって開ける。あ、これか。ほいほいほい。中も、こちらは出来上がってるのかな？中もね、割とね、ちゃんとできてるんですよね。すごいよな、これ。普通にできてるみたいな。ただ、マイクラってほんとすごいゲームやな。何でも再現できちゃいますからね。そして上に上がっていくと。で、郵便局の中でできてたっけ？ちょっと中見てみるか。よっこいせ。あ、ペリオくん、あ、どうしたん？なんか見た目がめちゃくちゃ変わってるけど、え、どうしたんや。これはあれか、ペリオの進化系、ペリオ2世か。あ、こんにちは。こんにちは。で、こちらは ATM か。ね、こちら ATM ですね。ATM らしきものですね。そう。ただそういうアイテムないからさ、なんかこうやってごまかすしかないよね。はい。で、こちらに行くと、こちらに行きますと、あ、花も普通に植えてありますね。すげえな。ここまでね、再現されてるっていう。そしてね、ここもね、皆さん気づいたかもしれないんですが、ほら見て。石畳がね、若干あるんですよ。ここもね、しっかりと再現されてます。ね、すごいよな。で、こちらに行くと、ケント君のところやな。トントントンと。はい。見ての通りですね。ここもすごいよな。結構ね、再現できてるんですよね。いやー、ね、みんなで力を合わせて頑張った甲斐があるわ。そう、これね、一人で作ったわけじゃないんでね、みんなで作ったんで。で、もしよければね、みんな生放送に遊びに来てくだされば非常に嬉しいので、ぜひぜひ見に来てくださいと。で、こちらに行くと、豆粒デパートやな。さあ、豆粒デパートなわけなんですけど、ね、かなりこちらもうまくできたんじゃないかなと思ってますね。いやー、作ってくれた方、超感謝です。で、レイジくんと。なんか、レイジも見た目変わったな。しばらく見ないうちにどうしたん、ほんと。ね。はい、っていうことで、ちょっと上に行きますか。は、デパートに行きたいと思います。はい、デパートの中なんですけど、はい、こんな感じですね。で、こちらの方もしっかりと、まあ、再現できてるんじゃないかなと思います。で、こちらは、あれだな。あのキリン、名前なんだっけ、グレースか。そう、グレースのところの売り場ですね。まあまだね、完全にはできていないんですけど、これからこちらに関してもいろいろとね、やっていくって感じかな。
そう、商品もね作っていかないといけないから、まだねそこまで詰めれてないから、まあ、これから詰めていければなと思います。さあ一回出ましょうか。さあだけどまあ大体こんな感じかな。まあ現在の進捗としてはこんな感じですと。うん、あ、ちなみにこれ夢見の館ですね。夢見の館で、こちらはあれか、名前なんだっけハッキミーか、ハッキミーのところで、でこれがまあ記念写真じゃないわ、撮影するところやな、証明写真を撮るところですね。はい、まあそんな感じですと。いやーけどね、結構頑張れたんじゃないかなと、みんなで力を合わせて。でまあまだまだね完成にはね程遠いんですけど、まあ夏休み中にはできるんじゃないかなと、学生のね。あと博物館もねここに作らないといけないし、まあ、商店街に関してはまあ博物館作って、あとはね中身をねしっかり完成させればできると思うので、まあ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 、そこに関してはねもうおいおいできるんじゃないかなと。はい、ということで本日はこの辺りで終わっていきますか。まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひぜひチャンネル登録をして、これからも見ていただければ非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。まあ、生放送でね基本的には進めているので、まあもしね職人がおられましたらぜひ遊びに来て一緒にやっていただければと思います。ではではまた次回のマイクラ動画または飛び盛り動画でお会いいたしましょう。じゃあねみんな、バイバイ。